多くはあらねど、人のありさまの取り取りに口惜しくはあらぬを見知りゆくままに、まことの心ばせおいらかに落ちいたるこそ、意図かたき技なりけれと、なん思い果てにたる。たくさんではないけれども、その数が多くはないけれども、それぞれの人のありさまが、とりどりに、口惜しくはあらぬを、とりどりであって、虚しいものではないことを、つまり今までの女性体験、そう多くはないけれども、源氏が多くはあらねどというんですけども、まあこれは源氏だからそういうんでありまして、でまあそのそれぞれの人の女の人柄様子、それがそれぞれに取り柄があって虚しいものではないことを実体験なすっていくにつけて、源氏の君が体験していかれるにつけて、まことの心ばせおいらかに陥いたるこそ、真実の心のありようがおっとりとして落ち着いている、そういう方こそ、そういう面の特色を持っている人こそ、大層敵技なりけれ、数少ない稀なことだと思い果てに至る。その体験の上でつくづくとお思いになっていらっしゃる。でこれからその具体的な思いが出てくるわけです。大小の母君を幼かりしほどに見初めて、やんごとなく絵さらぬ筋には思いしを、常に仲良からず隔てある心地して闇にしこそ、今思えば愛おしく悔しくもあれ、また我が過ちのみも我が過ちにのみもあらざりけりなど、心一つになん思いいずる。麗しくおもりかにて、その方のあかぬかなと覚えることもなかりき、ただ意図あまた乱れたるところなく、すくすくしくて、少し坂しとやゆうべかりけんと思うには頼もしく、見るには煩わしかりし人様なん。これは大小の母君、夕霧の母親にあたる光源氏の最初の正妻というべき葵の家ですね。その大小の君の母君が、母君という人をまだ幼かった自分に見初めて、やんごとなく絵さらぬ筋には思いしを、身分高くおろそかにはできない筋合い、つまり北の方というふうな特別の人として思い深くいたけれども、しかし二人の仲は常にしっくりといつも言っていたとは言えない、いつも
間柄が細やかにあったとは言えず、隔てある心地して闇にしこそ、お互いに隔てのある気持ちがして終わってしまったことが、今思うというと愛おしく悔しくもあれ。この愛おしは相手に対していたわしい思いがし、また自分のため、自分の胸の中でも悔しいという思いがすることだが、そういう思いが残っていることだが、またそれも我が過ちのみにもあらざりけりなど、そういうふうな心にお互いになったのも、自分ばかりの過ちばかりでは、自分の過ちばかりではなかったのだなどと、心一つに何思いずる、我が胸一つに思い出すことだ。まあ言ってみれば、真相に育った上もない身分の高い者同士、幼い者同士、なんとなく、惹かれ合って、そして結ばれた間柄なんだけれども、なんかしっくりといかない。で、最初のこういう妻というのは、女の方が年上ですから、男にとってはそのことがなんとなくこうしっくりいかないところもあるわけですね。両家に育った誇り高い若者同士、幼い頃からの気持ちで自然にそういうふうになっていったんだけれども、なんか気持ちが本当に溶け合ってはいかなかった。そして源氏から考えてみると、あながち自分ばかりのそれは罪だった、自分ばかりの責任だったというふうにも思えない。もう今は亡くなって、早く亡くなってしまっている葵の上の様子です。で、麗しくおもりかにて、そのことのあかぬかなと覚えることもなかりき、その容姿端正で重々しくって、いかにも大貴族の姫君という感じですよね。で、格別にこのことが心にかなわない、満ち足りない、こういう欠点があるというふうに思われることもなかった。ただ意図をあまり乱れたるところなく、すくすくしく、少し逆しとや言うかりけんと思うには頼もしく、見るには煩わしかりし人ざまになる。いかにもこういう姫君の左大臣家の、そしてお母さんは
宮中からやはり降下してきた、そういう母親にの間に生まれた姫君らしい様子が伺われるわけですね。麗しくおもりかにって端正で重々しくって、格別このことが飽き足りないと思われるようなこともなかったことだった。ただ大層整ってあまり乱れたところなどはなくって、すくすくしくって性格が気真面目で、そして少し探しとやゆうべかりけん、少し、つまりなんか心が賢明すぎて賢婦人と言われるような、まだそれほど年を長く重ねたわけじゃないけれども、いかにも育ちの具合のいい、そして誇りかな家の誉れというふうなものが身に染みついているような、そういう性格の女性ですよね。少し坂人やゆうべかりけん、少し賢婦すぎる、賢すぎるというふうに言うべきであったろうかと思うにつけて、頼もしく見るには煩わしかりし人様になん、まあ信頼できそうな様子で、しかし女として女性として会うには気詰まりな人柄であった、これも分かりますよね。そういう女性として非常に誇りかに聡明でしっかりしていて、何の欠点もない感じなんだけれども、頼もしく、そして見るには煩わしかりし人様、見ていてなんかこちらが気詰まりになるような、そんな人柄であったことだ。大体六条の目安どころがその前にからあったはずですけれども、しかし正式にはこの葵の上が最初の妻、年上の最初の正妻であるわけ。